はい。では、楽天ペイとかね、ペイペイとか、ラインペイとか、いろんな支払い方法、決済方法が出てきて、私たちの財布を狙ってるわけですよね。まあ、こういう風なね、電子決済が増えてきたっていうのは、まあ、時代の移り変わり、そして多くの方がもっと簡単で便利なものを求めてきた。あと一つですね、現金の扱いなんですよ。現金っていうのは、紙に印刷しなければならないコストと、セキュリティ問題と、あと運搬コスト、保管コスト、いろんなね、 お金がかかっちゃうんですよお金っていうのはとにかくお金がかかるんですよいろいろと考えてみると現金よりもやっぱりねストレスフリーのスマホ決済っていうのが一番いいんだろうなと思いますそのスマホっていうのができなかったらやっぱり現金しかなかったのかなと思いますけどね今スマホがありますのでスマホの中のアプリで え、資産の状況もこうやって入れ替えていけるんですよね。これを進化させたのがブロックチェーンであり暗号通貨であるはずなんですけども、まだこちらの方は整備されていませんので、やっぱりそれぞれのね、カード決済システムなどを使っていくしかないのかなと思います。まあ、私の側下塾も今銀行振り込みしかないのは、これはね、なんでかっていうと、その方法を取ってもいいから入りたいっていうふうな、やっぱりね、めんどくさいことを乗り越えてきてほしいなってことがあるんですよ。で、やっぱりね、 カード決済だと例えば夜中にランディングページを見ててノリで決済してしまって後で後悔っていうねそんなパターンもあるんですよそうなるとやっぱ消費者さんの本当にね瞬間的な動機にですね割り込んでいってお金を要求するみたいなそんな衝動的なねやっぱ購入っていうのは私は望んでないんですよね 銀行振込でお金を払うってことはやっぱり銀行振込をメモするかなんかチェックしてで銀行の営業時間に ATM に行ってみたいなね手間をかけるわけなんですよそれで現金をこうやって数えて ATM にジャカッと入れるみたいなね結構これをやるっていうのは面倒だと思うんですよだからその面倒な作業をしてるときにワクワクしながら本当に期待しながら即課塾ってもうね選んでほしいなと思いますまあ各いうねこの1週間も6人以上の方が即課塾入ってくださいまして この屋万町で合宿のやり取りも本当にロングテールだなと思うわけなんですよね。このやり取りをしていって、まあ、吉谷さんへの告白みたいな、昨日シリーズありましたけども、まあ、それでね、えー、やっぱりこう2名の方とかが、あすごい考え方に感銘を受けましたと、そういうことをはっきり表現する方ってなかなかいないんで、信じれると思いましたみたいな感じでね、あのメールいただきました。で、やっぱりメールいただくと私はね、動画で返信するんですよね。やっぱり動画で返信すると しかもまあ早いわけですよ。メール私が受け取って、ピコーンとメールが鳴ってから1時間以内に動画付きでお送りしますので、ものすごく早いということで、安心していただけるのかなというところもあります。さあ、そんな形でやっぱりこう、茨城県のその板金屋さんも,も、決済したらすぐに入金があるっていうのは非常にね、ありがたいし、楽天ペイっていうのを信頼する、まあ、一つのね、大きな要因になるんではないかなと思います。これからですね、やっぱり早いってことが何よりも信頼を得れるのかなと思うんですよ。 遅くても信頼が入れる時ありましたよねでもやっぱりこれからねやっぱスピード速いことなんだと思います。でそこでですね私は今ね夏祭りに向けて町内会の夏祭りに向けていろいろと動いてるところなんですけどもその速いっていうところに関しまして私が思うのはね何度もお話しましたけどもあの打ち合わせにいちいち集まってそこで1時間なり2時間なり話し合いをして一つの結論に行くというよりももうね あのメーリングリストとか LINE のグループとかで、うん、会わなくてもどん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 物事が進むっていうこのスピードねえこういうのも時代の移り変わりなのかなと思うんですよもちろん町内会でインターネットを活用しているところって非常に少ないんですよねなぜなら町内会に属している方何年もそこに従事している方っていうのは非常にねインターネットを使わない高齢世代である可能性が高いんですよ高齢世代でねでもやっぱりその高齢者の方でも お客さんとしてどっかを利用する際とか、勤務している場合っていうのは、もうインターネットっていう環境に、もうどっぷりハマってるわけなんですよね、うん。でもやっぱり自分が主体的に動かすところでは、アナログなものが 扱いになれたものが良くて、手間をかけて手間をかけてやっているとその手間をかけるのが手作りだっていうふうに言う方もいると思いますけどもさあ本当にそうなんでしょうかと私は思いますよね何でも面倒くさいことをやってそんなもんなんだと思うんじゃなくてやっぱりね削減できる作業をどんどん削減して人と人との関わりという深い部分に時間を使ってもいいのかなと思いますはい、ではまとめますけどもと決済の話からね町内会の話になってきましたけども皆さんも考えていただきたいんですがやっぱり何かのね 行事があるから何かのミッションがあるから人を集まって関わりを持つっていうのはもっともらしい意見なんですけども何もないけども元気してるみたいな感じでご近所様に会いに行ったりとかちょっと一緒にお茶でも飲まないって感じで個人的な関わりを自分で持っていくっていうこともやっぱりね今失われている非常に大事な日本人特有のコミュニケーションの温かさというものではないんでしょうか。我々は用事がなななないいとわようなそんな 利的主義になってしまったのかな、利己主義か、利己主義みたいになってしまったのかなと思うと、ちょっと寂しい気がしますよね。うん、本当に、私、ね、あの明日からバリ島なんですけども、バリ島行ってきますっていう時に、あ、一緒に行きたいですみたいなね、人が、即科塾の生徒さんがかなり集まってくださいました。本当にありがたいことだと思います。2月もそうだったんですけども、こういう風なノリで、あの何か誰かがやりたいって言ったら、それに、あ、付き合うよみたいな感じで、一緒に行こうよみたいな感じで、 特に用事はないんだけど一緒にいたい関係っていうのがこれからものすごく大事になってくるんではないかなと思いますけど皆さんいかがお感じでしょうか吉田さんいかがお,お感じでしょうか用事がなくてもまあ泊まりに来てくださいでは失礼します